と和田くんと加田くんのコラボレーションみたいな感じでなんかなんですかね。24のくか426かか43のくかわかんない通りに行きましたよ。ハンズダイって言ってるのはハンズダイ。あ、ハンズダイ。なんですかこのロマンチックな感じ。今日はここ所沢市にあります所沢市立埋蔵文化財調査センターです。はい、すごい。ここの一番偉い方をお呼びしたいと思います。根本さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ここの所長をしております根本です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。こちらの方の埋蔵文化財調査センターでは、はい、所沢市内で発掘したものをここで保管管理、それから実際に研究などもしてます。一般の方にも展示しているということですね。そうですね、一般の方にも展示をご覧いただけるように少しは展示しているんですけども、少しは、はい、基本的にはその保管とか調査とか、はい、そっちの方が主な、そっちの方がメインで、あ、じゃあちょっと博物館とかとはちょっと違うんですね。ちょっと違いますね、はい、あ、なるほどなるほど。所沢市はまあまあ比較的そういうような発掘現場っていうのがたくさんあるんですか。そうですね、市内には166カ所の遺跡がありまして、まあ、年間だいたい 4、5 件、まあ、発掘調査がそれでここにあるものがまた保管されるという形ですね。はい、それ今日はそちらの方にお伺いできるということで、はい、じゃあ早速、はい、早速お願いいたします、はい、よろしくお願いします。本当になんか展示さ、なんか博物館の展示品みたいに、ちゃんとちゃんともうなんか書いてあります。由来しますとかね、ちゃんと全部ね、なんかこんなに広くこれ触れますよ。触って結構ですよ。いいんですか。いいですか。我々ついている時には、触っていただいてもいいってことしてます。すごいですよ、これだってほら、あ、くっつけて修繕作業した跡があるんですね。そうそうそう、ここは多分こうであっただろうみたいな感じでこう、あ、こういう風にして補修して、はい、補修してやってるんですね。このつるっとしたところは後から補強したところですね。はい、なので石膏で切ってありますけども、こんな感じだろうということで、そうですね、足したってことですよね。はい、ちょっと触ってみましょうよ、加藤先生。早いよ。ちょっと感動的に触ろう。なんていうんですよ、ザって感動的でやっぱこう、あ、でも、あ、こういう、あ、やべえ、やべえ、ちょっと待ってください。加田先生今やべえやって言いましたね。ちょっと失礼します。よいしょ。あ、予想通りの重さよりちょい重ぐらいです。あ、でもそれすごい、なんか模様もすごい派手だし、あ、匂いは特にない。え、すごいね、こんなに完璧にちっちゃな、もうかけらで全部くっつけて、どうやればこれがこれのかけらって分かるんですか。模様の構成とかですね、あと形などから、はい、あと、まあ、家の中でだいたい潰れて出てきたりしますので、一箇所にこうまとまって出てきたものをこう組み立てていくとこういう形になります。これなんか時代ごととかになってるんですか。ですね、ここはですね、こちら側から奥へ行った方と、所沢の東側から西側へ行くような形で、場所ごとになってるんですね。例えばこういうふうに西所沢とかだったら自分たちで掘って見つけられるものなんですか。それは法律的にちょっと難しいので、まあ、一般の方が勝手にこの掘るってことはできません。もうこれを見てる人が、お子さんとかが、はい、あ、もうこの掘る仕事やりたいと、未来に、はい、と思った場合はどうしたらなれるんですか。大学で、まあ、考古学を、はい、専攻していただ、はい、いただければこういう仕事に就けることの性もあります。今日はその俺が掘ったぜっていう中で、もう可愛くてしょうがない時とか、なんか、そうです、調査センターのちょっとおすすめ的な、まあ一番おすすめは、まあ、後ろ側にあるんですけれども、はい、こっちですね、土台石という東所沢にあるんですけれども、そこから出てきた縄文時代のお顔がついた時、かわいい、あ、すげえ、まあ、うちのキャラクターというか、まあ、
感じで、まあ、和田くんとかっていう意味です、ね、えああこの笑いしてる ゆるキャラですか和田くん。本当にそういるんですか和田くんが。ちょっとそんなのを作ってですね、はい、うち あのイベントなんかでちょっと使わせてもらったりして。あもうすでにいるんですね和田くん。こういうの初めて見ましたけど、まあまああるんですよこういう顔がついてるんで。少ないですね。このなんかキャラクターがあるのってその時代の人たちのそうです、ね、なんかユーモアが伝わってきて嬉しいですね、はいはい。こちら加田くんなんですけれども、はい、ちょっと和田くんと加田くんのコラボレーションみたいな感じでなんかないですかね。なんでだろう。いつでも使えるんで、はい、よろしくお願いします。和田くん加田くんみたいな。じゃあ天然石とかも出るんですか。よく翡翠とかマガ玉みたいな。あマガ玉2階に展示があります。ちょっとちょっと石見てみて。森さんはそういうの大好きなんですよ。前世の私の落とし物だ。おお、そうなんだ。にゃお、かわいいかわいい。ね、今にも通じる。なんですかこのロマンチックな感じ。こんな遊んで本当はまずいね。埋蔵文化財というとちょっと難しいかもしれませんけれども、こうやっていろんな土器とか、石器とかをここで展示してますので、ぜひこの施設埋蔵文化財調査センターの方に、お寄りになって、皆さん見ていただければと思います。担当の、事務の方に言っていただければいろんなとこ見せてありますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。根本さんって所沢のインディージョーンズって呼ばれてたの。なんか噛んでない。噛んでないよ。インディージョーンズ。大丈夫。違う。ちゃんとできてる。それよりもあった。全然話聞いてなかった。聞いてますってば。理解できてないです。すごい楽しかった。スポンサーの提供でお送りいたします。吉野家東曲がって
さあ始まりました引き寄せモリンスピンジャー第4回目。このコーナーは劇団きってのスピリチュアル美女そして年女である森マリエが所沢のパワースポットに行き自身の力をさらに高めるという企画です。道中引き寄せの法則を用い人に聞きながら一つのパワースポットを目指してもらいます。毎回5枚の行き先カードから1枚を引き2時間以内にカードに書かれた場所へ行ってもらいます。今回のパワースポットはこちら。スタート地点は所沢駅公共機関徒歩を用いてゴールを目指してもらいます。ちなみにタクシー、携帯電話の使用は禁止です。早速1枚引いてもらいました。なんだこれ。今回の目的地は少林寺に決まりました。今回のアイテムカードは30分時間延長。このカードは文字通り制限時間が2時間30分になるカードです。わかんないんですけど全然頑張りたいと思います。頼れない。じゃあまずですねこの少林寺というだけあって、はい、神社じゃなくて寺ということなんで、はい、寺っぽいところを探してみようかなと。まずはバス停のマップを調査。少林寺という名前がですねありますか。見当たらないんですけどね。この地図から探すのは大変なんじゃない。めんどくさそうな旅になりそうだ。諦めて他の地図へ。こちら、ところつき所沢観光ガイドマップ、はい、やん。じゃあね、私はここに行きたいって思ってんだから。ちょっと、いたー、リリリン。おお、なんといきなり発見。ガイドマップどこだ。結構歩くのは無理ですね。狭山が丘から歩くんとっちゃう。これ歩こうと思えば多分15分ぐらいじゃないのかな。よし、行く。行ってみます。狭山が丘に行く。最初の目的地は狭山が丘駅ということで、所沢駅から狭山が丘駅まで移動します。ここしてランナー散歩のとこですね。あそこ散歩したね。ここのね、中にめっちゃ美味しいサンドイッチ屋さんがあった。ちょっと行ってみよっか。趣旨がずれ。なぜかサンドイッチ屋さんへ。あった、あった。サンが読めた。ほら、サンド、本当だ。サンドウィ。やってるよ、しゃー。やった。すいません、とんかつください。フルーツで。すいません、そしてこの少林寺って場所って。ちょっとわかんないですね。わかんない。なるほど。いやー、少林寺について何もわかんなかった。わかんなかったですね。クリーニング屋さん。聞いてみます。本屋さんみたいな。行ってみます。すみません、道を聞きたかったんですが、少林寺って場所ってお寺ですか。お寺みたいね。なんか狭山が丘から多分歩いて15分ぐらいのとこ。そうです。ここからだとまっすぐ行ってて、10個目の信号、4つさんの信号を、4つさん分かりますか。多分、多分分かってないな。そこを右に曲がって、吉野家左曲がって、結構歩きますよ。そこ行って吉野家で、ね、こっちの学校。まっすぐ行くと学校。吉野信号を入れて、多分3つ目の信号が、すごいですね、記憶力。そこを振り回ると、どっちかな。素晴らしいクリーニング屋さんだということが分かりましたので、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。それ以外は分からなかったってこと？素晴らしすぎます。Tさんもね、ひたすら歩いて少林寺。2人は和賀原商店街を抜けて463へ向かっております。今回食べ過ぎじゃない。24の区か426か43の区か分かんない通りに行きましたよ。はい、でこれを右って言ってたんで、ちょっと右に吉野家があるって言ってたら、あ、吉野家ってそば吉野家のこと分かるかね。ピポン、そば吉野家。小島だよ。こちら吉野家を左に曲がりました。右に行くタイミングがあるんだよ。林のなんとかとか出てたよね。あそこで行こうと思うんだけどね。あそこというのはここです。そうです。そこです。おお、目的地少林寺の看板を発見。少林寺、次の信号を右折。わかりました。そろそろ
この少林寺に着くかと思います。ひたすらまっすぐ歩くこと5分。信号、林の信号です。林、さっき一番初めに適当に林って書いてあるからここじゃないかって言ったところがこの辺なんだろうね、もしかしたら、うんうん、引き寄せましたね。引き寄せてんね、ほら見よ天馬、引き寄せてんだ。はいはい、すごいすごい。わー、来た お疲れ様でした。少林寺、はい、こちらです。おめでとうございます。ありがとうございます。やった今回は成功ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、今回の勝因としては、はい、少林寺の林に注目して、はい、林じゃないかと。バス停の地図を見たらですね、林ってとこがここあったんですよ。これじゃないかなって指さしてて、はい、したらそれでした。え、じゃあ誰にも聞かずにここに来たんですか？いや、聞いた。あ聞けました。それで聞いてここまで歩きで、はい、すごいですね。成功ということで、はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは最後に少林寺をご堪能ください。スマイル望月です。スマイル望月です。スマイル望月です。はい、望月です。思いつくとこにはいつもいます。あれ？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 テレビに出てる女の人の匂いがする。テレビ出てる人ですよね。やばいテレビ出てる人です。スマイル望月です。スマイル望月です。はい、スマイル望月です。すごい、あ、な、餅肌、餅肌って何ですか？何ですか？すごいふっくらしてて餅肌、うわ、すごいちょっと悪口やばい、もうあの、すみません、結婚してください。あ、ごめんなさい。彼氏いるの？彼氏さん内緒です。何ですか？何なんですかこれ？何なんですか？スマイル待ちです。何が正解なんですか？困る。着地点が分かりません。モリスピってのはいつまでやんの？え、何の意味があんの？いや、いいじゃん。それ以上その後の企画のね、意味が全く分かんない。美咲ちゃんがいい人っていうね、企画です。あれはあれね、俺二日酔いだ。お酒入ってんだ。こんにちは。こんにちは、ランラン散歩です。劇団おしゃれ大学劇団優の俊南です。同じく劇団優の石井優と申します。このコーナーは所沢の44の商店街を気ままに我々散歩して、はい、元気な商店街をご紹介していくという番組です。今日はどこの商店街？今日はね、新所沢東口駅前商店街というところにお邪魔しています。ね、早速行ってみましょう。行きましょう、ね、はい、はい。昭和39年、新所沢東口駅前に町の発展とともに設立、市内でも規模の大きい商店街です。パイン通り、メイン通り、パティオ通りと3ブロックから構成され、それぞれの特徴があります。あ、もうやられてるんだね、ここ。お茶菓子
こういうとこが好きなのよ。いいじゃないですか、ちょっとこういうとこが好きなんですよ。じゃあ私の方がまずちょっと取ってみましょうかね。箱板ね。あ、本当ですか。うん、じゃあ大沢さん、お願いします。OK 出ました。なんかおすすめの和菓子は。わあ、美味しそう。あ、これは美味しそう。ほら、あー、そう。ねえ、ご主人、これ赤根焼きだとかって、はい、焼き菓子です。これなんかおいし、これも美味しそうですね。コーヒーあん。このあんず大福、これあんずが何か入ってるんですか。一つ入ってます。へえ。これは冷凍なのか。添加物入れてないから、うちは冷凍しちゃう。へえ。なるほどね。買わさせてもらおうかな。え、じゃあこのおすすめの。これはだけどすぐ食べなきゃダメでしょ。いや、これはまだ見本ですから。あ、見本なんですか。新しいやつ持ってます。この道明寺ね、これと、はい、ね、これをこれを2つ、はい、あとね、あずき大福っていうのは、あんず大福、あんず大福、あんず大福はそのまますぐ食べられますかね。いや、ちょっと小1時間置いといて、置いとけば。あ、じゃあこれを2つ。撮影協力ありがとうございました。三好屋さん、今ね、美味しい。後で食べましょう、はい、後でいただきましょう、ね、あ、よくわかんない。そういうことね。こういうバーですよ。閉まってます。これは、いや、大丈夫ですか。全く大丈夫。大丈夫ですか。全く大丈夫。さて、これは大丈夫です。大丈夫ですか。体は30代。あ、本当ですか。実年齢はいくつですか。実年齢は60です。あ、ねえ、あのカフェは、あそこ入ってないの。お、書いてます、書いてます。どこ。コワーキングカフェ。ちょっとさ、どうしますか。皆さんで、あれするの。一緒に、ちょっと待ってね、今カメラが入ってるから。どうか。 OK 出ました。これ一瞬そこリフォームって書いてあるでしょ、はい、あ、そうなんですね。リフォームと提携していて、はい、展示場としてもやってるんです。これチョコレート、ガレット、はい、これは2つ。おすすめは何か。ハーブティーが一応オリジナルのブレンドなんですね。ハーブティー、はい、じゃあ4つこのハーブティー、はい、うん、分かりました。そうだね。暑いです、暑いです。どうですか。うん、美味しい。これは霞目とか喉のケアができるんですって。もう年のせいかね、最近霞むからさ。あ、こればっか飲んでください。こればっか飲んでください。美味しい、美味しい。どう？ん？甘い、美味しい。いや、すごいですね。ガレットと紅茶、ごちそうさまでした。コワーキングっていうね、珍しいですよね、ね、今、うん、はい、でも結構流行ってるらしいですけどね。美味しいハーブティーをいただきました、はい、ちょっとこのパン屋さん、行きます。すごい今、いい匂いしてますよ。だって僕っていいんですよ、はい。交渉失敗。うわ、お茶屋さん。あ、こことかいいんじゃないですか、お茶屋さん。古いお茶屋さん。お茶屋さんいいんじゃないですか。じゃあ行ってきますよ。もう交渉失敗。ここはどうかしら。ここもなんかちょっとチェーンの感じがするんで。本店にご連絡したら通るということなんじゃないの。お誘いだと今度ちょっと。そう。よかった。よかった。OK 出ました。
ここがおせんべい屋さんってよろしいですかね。そうですね、おせんべい屋さん本舗せんべいです。で、まあ、いろんなおせんべいを売ってる、売れてるっていうのは一番人気は胡椒せんになるんですけど、こちらこれだしか、はい、こちらがそうなんですけど、あ、これですね、はい、2種類ございます。辛さ控えめと普通の方の胡椒せんと 20% ぐらいの胡椒の違いなんですけど、そうですか。胡椒せんが一番初めに賞をいただきまして、その次にの時にネギ味噌の方を。ネギ味噌、なるほど、はい、うん、美味しいね。美味しい、美味しいんだけど、ネギ、ネギの代、はい、ネギ味噌、そうです、ネギ味噌、ネギ味噌気になりますね。こちらがネギ味噌ですね。どうですか、深谷ネギを使ってますんで、うん、深谷ネギ、はい、うん、うん、あ、おいしい、おいしい。こちらが胡椒の次に人気がございます。おいしい。撮影協力ありがとうございました。今食べて美味しかったでしょ。美味しかったです、ね、やっぱ味濃いやつっていいですね。いいよね、はい。ここはおもちゃ屋さん。おもちゃ屋さん、わー、昔ながらっていう感じがすごい。しっ、行ってきます。交渉失敗。なんか僕が行くとこ全部ダメになってません。うん運じゃない、運じゃないですよ。たまたまですから、ね、うん、そう、別に僕のその説得スキルがないっていうわけではないですから。これ以上石井さんのミスを増やさないためにスタッフのタミーちゃんで商店街を紹介いたします。東口商店街ぐるっと回ってきました。いかがでした、はい、今日は。楽しかったです。楽しかった。いろんなこの商店街の昔の知識だったり、うん、たくさんいろんな方の話を聞いたりして、うん、あ、やっぱ商店街っていいもんだなって思いました。でしょ。一生懸命皆さん頑張ってますよ。そうですね。ね。まあこれからまた違うね、うん、商店街に我々訪れて、ね、はい、また元気な商店街を紹介していきましょう、はい、ね。それじゃあ今日はこれで、はい、さよなら。さよなら。今の何ですか。いや、バシャッと食べてやってくださいよ。グッとね。で、食べた後、ちょっと見せて。で、カメラで見ましょう。ほら、あんずがもう丸ごと1個。おいしい。おいしいしかない。あのね、いや違うの。ひんやりしてて、おいしい。ちょっとやっぱ凍らせた後の方が、あ、おいしい、おいしい。おいしい。周りももっちりしてて、あんずがもう本当にジューシーなんですよ。うん、本当良かったね。じゃあまた次のところでまたおいしいもの食べましょう。いいですね。ね。食べましょう。はい。またランランでやってないね。まあまあね。いや今回は大沢さんが逆に一人やっぱやる気出したんだよ。うん、でもやる気出してるけどランランじゃんけんしてないんだよ。あ、忘れちゃったんか。こけた時に全部忘れちゃったんだよ。優しさね、優しさ。優しさ。